ジョン・ブルミンは、オランダ出身の柔道家、空手や格闘家で、極真武道会の会長である、本名、ヨハネス・コーネリアス・ブルーミング。身長191センチメートル、体重110キログラム、多くの弟子、門下出身者を輩出した、オランダ格闘技界の祖、ヨーロッパ格闘技の第一人者と評され、 一時期オランダ国王のボディガードを務めていたこともある。1950年、朝鮮戦争に韓国を支援する国連軍に従軍して負傷し、治療のために来日。1953年3月、柔道の存在を知り、体の小さな日本人選手に投げられたことに衝撃を受け、帰国後、柔道を学び始める。1年で初段、2年で2段を取得し、 1957年にヨーロッパ柔道選手権で優勝。アントン・ヘイシンクより強いとも言われたが、当時のオランダでは柔道の組織が統一されておらず、弱小団体所属という政治的な理由により、国際大会へは出場できなかった。1959年に行動館で柔道を修行するため、再来日をした。その後、他の武道に興味を抱き、居合道。 空手道も学び始めた。空手は、行動館の近くにある道場に入門したが、型を重視した指導だったので、ブルミンがイメージしていたものとは違っていたため、そこを辞めた。しばらく柔道に熱中していたが、どうしても他の武道をやりたくて、ウエイトトレーニングの先生に、マスオーヤマの空手は実践だよと教えてもらい、大戦道場に行ったが、あまりにもんぼろだったのでびっくりした。しかし、 格闘技である本物の空手が大仙道場にはあったので入門した。大仙道場では大山マスターツをはじめ、師範代の石橋正史、安田英治、黒崎賢治の指導を3年間受け、修行をした。ブルミンは月曜日、金曜日は午前は行動館、午後は富坂警察署で行動やウェイトトレーニング、夜に大仙道場へ通い、週末に百科辞典。 聖書の販売や生命保険の勧誘を行い、生活費を稼いでいた。大山マスターズは、極新史上最強の外国人と、ブルミンを表したが、石橋は、ブルミンとはよく組手をやった。教える側としては、理論でいろんなことを言うけど、頭では納得できても、体で実証しなければいけない。だから、ちょっと来いと言って立ち会う。そうしたら、 足が痛いだの、拳が痛いだのブルミンは、しょっちゅう逃げ回っていたよ。しまいには、すねに変なものを入れてくるんだよ。下段蹴りをしたらがちゃんと音がするので、見てみたら、薙たで使うすね当てをつけていたんだよと語り、大山康彦も、ブルミンは大柄で柔道をやってるから、私が掴んでも投げられてしまう。だから、金的蹴りをよく使ったが、ブルミンは、組手の時に、 近的下痢はなしにしようとよく言ってきたと違った証言をしており、むしろブルミンの弟子のヤンカレン・ワッハを最強外国人と評する極真関係者は多い。1962年に大山マスタツはブルミンをオランダ支部長として認可した。ブルミンは帰国して大戦道場オランダ支部を設立し、指導を始めた。1966年に黒崎剣道機をオランダへ招へし、 11ヶ月間、自分の道場で指導をしてもらった。黒崎の指導を受けたカレン・バッハ、ルック・ホランダーらは、その影響で1967年に、自費で来日。すでに、大戦道場から、極神会館へ刷新されていた、本部道場で修行をした。1968年7月、極神会館ヨーロッパ地区連盟が設立され、オランダのアムステルダムで、 ヨーロッパ支部長会議が開催された。この会議に出席した大山マスタツは、ブルミンの功績を高く評価し、彼を同地区の委員長に任命している。ブルミンは1970年代後半に、極神会館を離脱し、大田技蹴り技、投げ技、寝技、関節技顔面への手のひら底などを有効技とする、極神武道会を発足させ、1980年代には、 オランダ全土に20以上の支部を持つ組織となった。1993年5月、オランダで武者修行していた市原海樹に興味を抱き、市原の所属する大道塾と自身の主催する極真武道会に共通点を見出し、1994年に日本で大道塾創設者、東隆と会談。同年の北時に選手を派遣することを決めた。この時、 派遣されたのがセミイシュルと出会った。2018年12月17日に死去。85歳没。ありがとうございます。